好きなんだもの、私は今生きている。おはようございます。チューリッププリンセスです。昨日は皆様本当にありがとうございました。昨日、今日と嬉しいコメントをお声いただいていて、とっても喜んでいます。ちょっとね、本当にみんなの反応が大丈夫かなって心配だったんですね。なんか、衣装もサイズが合ってるか分かんなかったし、やっぱり本当のね、本物の衣装はね、ちゃんとしてて素敵だと思うんですけども、やっぱりね、コスプレ用の感じなので、作りもね、そこそこだと思うので、なんかちょっと安っぽくなってないかなとか、いろいろなんか不安だったんですけれども、でも、皆さんにね、可愛いとかね、言っていただいてね、あ、森高より断然いいっていう、本当ありがとうございます。美淑女様からの、本当にめちゃめちゃ嬉しいご感想とかもいただいて、本当に、光栄でございます。本当にありがとうございます。ね、優しい紳士の皆様と、本当素敵な、美淑女の皆様に褒めていただいて、本当に、あ、よかったなと胸をなで下ろして本当に嬉しい思いでいて、ちょっとフライングだったんですけれども、やってよかったなっていうふうに思います。ね、本当にありがとうございました。皆さんね、嬉しいです。ね、ハロウィン企画にもね、間に合ったし、うろともちゃんのね、よかったなって思って、いろいろ結果的に早巻きになっちゃったんですけども、勇気を出してやってよかったなって思って、そうひたすら楽しみにしてるって言ってくださった、美淑女様にも、すごい褒めていただいて、喜んでいただいて、本当に皆さんに喜んでいただいて嬉しいです。では、今日の美淑女ご飯、参りましょう。どーん。はい、こちらは、オイシックスの火の国の、ミニトマトかな。うん、これを、ちょっとね、やっぱり加熱してみました。アンチエイジングにはトマト本当は加熱するといいっていうので、本当は今日ちょっと彩りがあんまりないなと思ってトマトを入れようかなって思ったんですけれども、最初もそのまま 2,3 粒添えようかと思ったんですが、やっぱり加熱したいなと思って卵と一緒に炒めてみました。で、本当はちょっとね、切ればよかったんだけど、何を思ったのか、もう面倒だったのか、丸々なんか入れちゃって、本当はちょっと刻んでで卵と絡めた方が良かったかもしれないんですけど、ちょっとこんな感じになっちゃいました。ミニトマトちょっと丸々なんか炒めちゃって、その上から平飼い卵をちょっと多めに3つと、あとね、そこに大地のめんつゆかな、大地の万能つゆ入れて、お塩ちょっと入れて、甘みにタル熟アップルビネガーをお砂糖の代わりにちょっと入れたんですけれども、それでなんかぐるぐるかき混ぜました。こんな感じです。うん。どうだろうね。ちょっとわかんない。どんな味になってるかわかんないけど、でもトマトと卵の炒め物は美味しいはずなので、まあまあいいんじゃないかなって。ちょっと今度やるときはちゃんとね、せめて2等分ぐらいに、か4等分ぐらいにミニトマト刻もうかなっていうふうに思うんですけれども、今日はなんか、丸々になっちゃいました。はい、でこちらが昨日作りました白菜とお豆腐の煮物かな。これはもう胃に優しいので食べるとして